こちら明治大学ナナムさんの公式ツイッターになりますが、第135回明大祭に出演が決定されたという内容が掲載されております。11月2日土曜日12時からこちらの明治大学内のキャンパスパフォーマンスエリアにて12人全員でのパフォーマンスになりますという、そういった内容になっております。なんか幼稚園生みたい。ありがとうございます。はい、ということで、今お送りした曲の3曲の曲説明をしたいと思います。はい、まず1曲目にお送りしたのがジェムさんのシュガーベイビーという曲で、2曲目がキュートさんの無限クライマックスという曲でした。で、3曲目はさっきもあったように、4年生だけで踊った拳ファクトリーさんの年には年という曲でした。どうでしたか？ありがとうございます。はい、ということでね、3曲連続でやったわけなんですけれども、あ、帰ってきた。お帰りなさい。お、気づいた。そうなの、これ後で使うんですけど、その前に私たちナナムから2つお知らせがございます。なんだろう。せーの、じゃじゃーん。まず1個目が、10月の中旬頃イベントの出演予定が決定しました。これちょっと公式から 連絡というか、何 DM じゃないよ、公式から公表がね、されてないので、ちょっと詳しいことは言えないんですけど、中旬に出ますので、ぜひ遊びに来てください。待ってます。待ってます。情報公開され次第、私たちの公式アカウントで、はい、連絡していきますので、その後よろしくお願いいたします。はい、じゃあ続いて、じゃじゃーん。はい、明大祭の会やってました。11月の2日土曜日12時30分頃からですね、明治大学泉キャンパスにて私たちパフォーマンスをいたします。イエーイ。でこちらメンバーが新メンバー12人でのパフォーマンスになりますのでですね、ぜひ遊びに来ていただきたいんですけど、このね、12月の初めっていうのは結構学祭激戦区だと思うのでね、忙しい方多分多いんじゃないかなと思うんですけど、ぜひ明大前まで遊びに来てください。お願いします。ありがとう。ありがとう。さあ、じゃあね、連続で2つも情報公開しちゃったわけなんですけど、ね、最後ラスト1つ悩ましいお知らせがございまして、やめといて。なんと次で最後の曲です。おやおや、ちょっと思ったより声が足りなかった。おやおや、言いたかったんだよね。ちょっとニコちゃん説明してあげて。はい、ですね、私たちナナムで先祖代々からちょっと流行らせたいことがありまして、私たちが、ラスト最後の曲ですって言ったら、みんなでまだ来たばっかって悲しい声で言ってください。いいですか？はい。よかった、先祖が一番元気。次は、次が最後の曲です。じゃあこれで無事に最後の曲に行けますね。行けそうですわ。じゃあ最後まで盛り上がっていきましょう。それでは一緒に盛り上がってください。ワニとシャンプー。絶対実名さもない、駆けつけておるな。
けたし